皆様、選手たちの紹介シリーズ第5弾になります。それでは自己アピールよろしくお願いします。こんにちは、準備の川端蓮です。自分の長所は癖のあるすべてを投げるところです。高校ではその長所を生かし1年生から活躍できるようになります。よろしくお願いします。はい、やり直し。こんにちは、準備の川端蓮です。自分の長所は癖のあるすべてを投げるところです。高校ではその長所を生かし1年生から活躍します。応援よろしくお願いします。はい、OK。タキ早い、慌てない。それではどうぞ。じゃあ次は鈴木、こんにちは、はい、やり直し。じゃあ鈴木を覚えて強くなった竹田一です。自分のいいところは初球からどんどんストレートで押していくことができることです。高校では1年生からレギュラー取れるように頑張ります。お願いします。はい、それでは15期のですね、受験組、ただいまちょっと練習に来れていませんね。その選手を随時、紹介したいと思います。まずはですね、柏木響選手ですね。B チームのキャプテンとして、チームを本当に引っ張って、そして真面目な選手、高校でもしっかり頑張ってくれるんじゃないかなと思いますので、ぜひ皆さん応援してください。そして葵ちゃんね、田中葵選手、体は小さいんですけども真面目でガッツのある選手でした、ね。この選手も受験で勉強で頑張って、それに高校で腕を磨いて、いい、ね、選手として、チームとして大事なパーツとして頑張ってくれるんじゃないかなと思いますので、ぜひ応援してください。というわけで第5弾の選手たちもぜひ応援してください。よろしくお願いします。メジャーリーガー、日本のプロ野球選手も使っておるこう計測器、ラプソードをですね、球児たち、これからの球児たちにですね、いろんなものを計測、そして彼らの成長につながればいいかなという活動もやってまいりたいと思いますので、前田も指導に行ったり、鳥を測って、こういうことが勉強になるよ、こういう風にしたらもっといいよというようなことがね、できるかなと思いますので、ぜひそちらの方もですね、待っていますので、ラプソード計測やってみませんか。